Rallies. みなさんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。全国高校選抜、中学選抜と優勝した野田学園に再び潜入させていただきました。練習メニュー公開動画もぜひご覧ください。今回の動画では橋津監督、高校選抜優勝メンバー、中学選抜優勝メンバーにそれぞれコメントをいただいています。まずは橋津監督のインタビューからどうぞ。高校1年生も入ってきてどういう手応えとか、その新チームはどうですか、見てて今のところ。いろんな意味で徳田、飯村、この2人がすごい練習好きで努力家で、まあ、この2人がこうチームを引っ張ってきて、去年、まあ、インターハイの団体こそ勝てなかったけど、まあ、トータルで見たら好成績な1年間だったかなと思うんですけど、新チームになってやっぱり最初はちょっと物足りなさを感じてたんですけど、だんだんインターハイの予選やって、中国大会やって、少しずつ夏が近づいてきて、なんかエンジンがかかってきたのかなっていう感覚はちょっと僕自身にもあります。もちろん僕らだけじゃないんですけど、いろんな強豪校のチームの監督さんとかって予選は絶対じゃないといけないので、外から見ていればああ大丈夫だろうみたいな、そういう感覚があると思うんですけど、やってる当事者はやっぱりすごい、実はプレッシャーもあるし、特にコロナからは今までにはない新しい敵みたいなものもいるし、結構大変だったんですけど、まあ、ちょうど今回取材していただいてる明日までがテストなので、みんなテスト卓球場に苦戦してるんですけど、はい、まあ、これ終わって本当にエンジン全開でインターハイまで行けるのかなっていう気はしてます。選抜優勝からのインターハイっていうところなんですけど、そこに向けてはこうどういう言葉をかけて、また新しくスタートしようみたいな、チャレンジャーでみたいなお話もありましたけど、そういうなんかどういう言葉をかけてチームとしてはスタートされてますか？練習場に今年1月の一番最初の練習の時に、まあ、毎年いろんな言葉を書くんですけど、今年はパッションって書いてあるんですね。情熱ですけど、ちょっと厳しい言い方になれば、情熱ってもう最低条件かなって本当にそう思うんですね。だからもう選手全員が情熱を持って、卓球でその情熱を爆発できるようにというチーム作りをしていきたいなっていうことが1点と、あと選手には伝えてないんですけど、どっかのタイミングでミーティングして、こう大きい大会ごとにこう、ね、スローガンというか、まあ、一つこうキーワードを選手にも僕自身にもこう植え付けて臨んでるんですけど、今年は真剣勝負っていう言葉を僕の頭の中では今選んでて、まあ、もちろん毎年なんですけど、真剣勝負したいと思ってます。毎年まあ真剣勝負だと思うんですけど、あえてスローガンとして掲げるっていうのはどういう意図というか思いがありますか？やっぱり選抜高校も中学校も優勝できて、まあ、いろんな運もあったと思うんですね。実力もあったし、努力もあったし、そこに運もあったし、まだまだ野田学園がチャンピオンチームだとは僕は思ってなくて、チャレンジャー精神って言っても多分そう簡単にチャレンジャー精神で臨めないんですね。確かに中国大会とかでももうみんな全力でぶつかってくるし、それを迎え撃つこちらの精神的な準備もしとかないといけなくて、まあ、そういう状況の中で思い浮かんだのが真剣勝負っていうこの4文字でした。選抜でレギュラーだった同学年4人のメンバーがインハイ予選もシングルス4枠しっかり勝ち取ってて、まあ、その辺の仕上がりだったり、インハイに向けてどういうふうに臨んでるなっていうふうには見られてますか？良くも悪くも予想通りの結果、実力通り4人代表権獲得したなっていう気持ちと、下からの押し上げがなかったことに、なんかちょっとこう残念な感覚もあったり、はい、しています。4人それぞれどういう風に見られてるのかなってちょっと気になってて、この辺もちょっとお伺いしてもいいですか？いいチームワークだと思います。ミキはやっぱり負けん気
強いし、芝は堂々としてるし、岩田も、はい、なかなかいいキャラして、うん、結構天然なんですけど、こういろんな意味でチームのバランスを取れてる部分もあるし、気泡も、あ、もっと気泡にガツガツ出てきてほしいっていう期待もちょっとしてるんですけど、なかなか同級生4人がみんな実力あって、みんな全国大会の上位のランキング経験者で、その4人がレギュラーで引っ張っていくっていうのを今までに僕も経験が多分なかったと思うので、必ず力がある2年生1年生が入ってたり、3年生で頑張るんだけどレギュラーになれなくて、そういう悔しい思いをする3年生がチームを支えるとか、まあいろんなことがあったんですけど、4人が力あって4人がレギュラーで、でなおかつ4人のチームワークがいいっていうのはなかなかない状況なので、4人にも中国大会の前にも言ったんだけど、もうこれとあとインターハイ終わったらもう、まあもちろん国体があるけどこのチームでできるの最後だからねっていう、そういうミーティングはホテルの僕の部屋でしました。まあ、逆に4人卒業したら来年が大変なんですけどね確かに一気にレギュラーが抜けるところですね、はい、どうしましょうもうすぐインターハイということでどう準備してるかっていうのと、まあ、それぞれの目標みたいなところを一人ずつお伺いして終わりというか、って団体戦優勝に向けて自分まず実力上げていくことが大事だというふうに思いますし、選抜では決勝で負けたので全試合勝てるように準備していきたいなというふうに思います。シングルスも優勝目指して頑張りたいです。最後のインターハイではシングルスと団体で優勝することが目標なんですけど、インターハイが団体戦シングルスともにどんな結果で終わっても悔いのない試合にできるように、今からあとインターハイまでまだ少し時間があるんですけど、最後後悔が残らないように悔いのない大会にしたいと思います。今回で最後のインターハイなので、まずシングルもダブルスも団体も3種目出れるので、そこはまあ全部優勝を目指して準備して、結果ももちろんなんですけど自分が試合して楽しかったなって思えるように最後終わりたいなって思います。予選3種目通過できて出るからには全部優勝を目指して頑張りたいな。最後のインターハイなんで結果ももちろんなんですけど、自分が一番楽しくないと結果もついてこないと思う。雰囲気だったり試合自体を楽しめればなと思ってます。次の大会に向けてどう準備してるかっていうのと、まあ、今後の目標をそれぞれ言ってもらって。今年の全中の目標は、シングルでは8以上に入って、団体でもチームにできるだけ貢献できるように頑張りたいと思います。今後は全国で有名になれるような選手になりたい。今年の全中では団体2連覇試合となりますし、シングルでは8以上に入っていると思います。今後はまだ全国の団体で勝とうと思うので、今年は全中で団体が出ると思います。去年、全中でチームでダブルスに出場して優勝することができて、2連覇っていうプレッシャーもありますけど、団体ではしっかり勝ってシングルでは5以上入りたいなと思います。今後の目標ではまず JNT に入ることを目標にしてて、日本代表選手になったりとか世界で活躍できる選手になっています。全中の目標では、まあ、去年、まあ、団体戦に出られなかったのもあるので、全中団体戦活躍してシングルもトップ目指せるように頑張りたいと思います。で今後の目標はJNT に入って世界の活躍できるように頑張っていきたいと思います。去年の全中で自分出られなかったので出てしっかり勝って優勝に貢献していきたいと思います。シングルではベスト8以上を目標に頑張っていきます。今後の目標は頑張って全国のトップに行って有名になってみんなに尊敬される選手になりたいです。全中選抜って今団体では優勝してきていい流れできてると思うんですけど、その分愛工大名電も対策を練って絶対優勝したいと思っているので、自分たちもそれに負けずに練習たくさんして団体では絶対優勝を取ってシングルスでも優勝して2冠を目指せればいいなと思います。
今後は今はまあ一つ一つの大会で優勝して、将来では日本を背負って世界で戦えるような選手に、人に尊敬されるような選手になってきたいです。コメント上手いですね毎回思うけど、選抜優勝してマークされるというか、他の学校もこう向かってくる感じで、インターハイはどういう戦い方を今のところイメージされてますか？まずダブルスが絶対対策されることがもう分かってるんで、多分このラリーズさんも選抜見ていただいて、左左ってうまくいくときとうまくいかないときが明確なんですね。でうまくいかないときはもう左左だからうまくいかないっていう結論にしかたどり着かないですね。だから練習もしやすいし、ただ対策も立てられやすいけど、その対策に対する準備もこっちもしやすいんですね。なので、まあ、今からこの残り1ヶ月しっかり準備をして、そこはやっていきたいかなと、相手が対策してくることを上回りたいと思ってます。まあ、決勝でね、またメイデンと勝負することになったら、また左左対左左なんで、もう左左の左左対策をやらないと、はい、そこまで確かに、はい、そこまでいかないと、まあ、実際あの選抜の時はそこまでできなかったので、自分たちのことだけで精一杯だったので、次はあの左左ダブルの左左対策をちょっと考えて練習していきたいと思ってます。やっぱ時代とともに監督としての役割も変わってきてるのかなとか思ったんですけど、今後の橋田先生の監督としての役割だったり、まあ、目標だったりとか、そのどのように今設定されてますか？野田学園でインターハイの団体優勝できてないので、はい、ここはまず優勝したいな、必ず優勝したいなと、これはあのミッションだと思ってます。あとは僕の目標ってもうあんまりないんですね。僕の目標を子どもたちに押し付けるのもまた間違えてるし、子どもたち一人一人に大きな目標を持ってもらいたいし、選手が大きな目標を持ってその夢を、目標を後押しサポートしていきたいなと思ってます。なんか先日ちょっと一回講演会をする機会があって、後から自分のその喋ったのを見て、僕自身が選手のために何かをしてあげて、いい結果が出て喜んでる姿を見て、それが自分の肯定感になるというか、人のために動いて良い結果が出て人が喜んでるのを見て自分も嬉しくなって、これが自己肯定感とかエネルギーになってるんじゃないかなと思うって自分で言ってましたなんか難しいですねこの話確実に昔からこう自身の中でも価値観とかが変わっていってるってことですよね。そうですね、監督としてとかいろいろな面で、もう本当に昔はあの自分のなんて言うんだろう、目標を達成するために自分のこうなんて言うんだろう、欲望ですよね、はい、勝つために選手を鍛えてっていう感じでやってきたんですけど、こう年々人のためっていうそういう感覚がこう自身の中に芽生えて、それがだんだん少しずつ大きくなって今やれてるのかなとか、僕にエネルギーをくれる子どもたちがいるのも事実なので、はい、充実した、はい、卓球生活をさせてもらってます。ありがとうございます。野田学園の皆さん、取材ご協力ありがとうございました。夏のインターハイ前中も野田学園がどのような真剣勝負を見せてくれるのか今から楽しみです。今後も様々な学校や卓球場に潜入したり、卓球人にインタビューさせていただいたりする予定ですので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。なんか今振り返ってパッと浮かぶ印象的な場面ってありますか？ありますか？俺あれなんだけど、ユートのやつだ。自分で言うしかない。自分で言うしかない。萩原選手との試合の1-2 負けの 4-5 の時に、そうバック振った時にガッツポーズっていうか両手を上げたところがめちゃくちゃ覚えてます。難しい。
周りもなんかこうやって、そう、あ、そうです。やばいな、ずっと笑えるんで。出ちゃいました。盛り上がってこいよっていう意味だったんですか。いや、もう分かんないです。そこから1点しか取る、そこから1点しか取る。見てました、めっちゃ。はい、見てました、ね、なんか相当乗ってるんだなって思ってたんですけど、そこから1点しか取ってないみたいなんで、それはまあ結構やっぱ言われちゃう。めっちゃ言われました。それ良かった。でも意識でやったってことですよね。そうです。WBC やったじゃないですか。こうやってこのやつそれは癖で出たのかと思いました。あ、日頃からそうですね、はい、のが本番でも出ちゃう、はい、